ですから、そういった声は無視してください。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。前回に引き続き、今回も10カ国語を話せるマルチリンガルの秋山陽平さんをお招きしています。同時に複数の言語を勉強して混乱しないのかという点について興味深いお話を伺うことができました。また外国語を勉強している人にとっては励みになるアドバイスをお聞きすることもできました。では見てみましょう。私は3つしか言語を話せないので、まだそんなに経験がないんですけども、外国語を勉強する時の最初の部分ですね、まだ片言の時っていうのは、ある程度集中してその言語のために、まあ数ヶ月集中して勉強した方がいいんじゃないかなという気がしてるんですけど、ある方は同時進行するのもいいよっていうふうにおっしゃるんですけど、その辺は秋山さんどう思われますか？初期段階という前提であれば一つの言語に集中してやった方がいいと思います。ただ初期段階を突破して話せるようにある程度なってからは、同時に勉強するという方法も十分にメリットがあるというふうに思います。なぜ段階によって同時に勉強するべきかどうかの回答が違うかというと、結局言語学習というのは最初の段階は成長が早くて、上手くなればなるほど成長スピードは遅くなると思うんですよね。これはおそらく勉強している方はみんな感じたことがあると思います。ある程度ビジネスレベルになってからネイティブレベル、例えば80点まで行ってから100点に行くまでは非常に時間がかかるわけですよ。でも0点の状態から50点になるまでは多分それの数倍早くたどり着けると思うんですよね。っていうことを考えた時に、初期段階は一つの言語に集中したとしても成長スピードが速いからモチベーションが維持しやすい。一方である程度話せるようになってからもずっと一つの言語を勉強していると、その言語だけやってれば当然学習スピード、習得スピードは落ちていく。その落ちていく過程がモチベーションにとっては良くないと僕は思っています。そう考えると、ある程度成長スピードが鈍くなる段階で他の言語も一緒にやっていくと、いろんな言語に分散されてるからこそ成長スピードを感じやすくなる。ずっと同じ言語ばっかやってると、ああちょっと成長が鈍ってるな、そういう時に他の言語を一緒にやると、他の言語はまだそこに到達してないから少し成長スピードが速い。そうやって分散していろんな言語を勉強することによって言語の成長というのをより多く感じることができる。だから同時に勉強をするというのもメリットがあると僕は考えています。興味深いですね。つまり A の言語でちょっと倦怠期というか、停滞期のようなものを感じ始めたとしても、同時に違う B、C、D も勉強してるわけですから、 B、C、D で喜びを感じていたり、そういうことがまたこの A の言語の励みになるということですか？まあそうですね、簡単に言えば気分転換ということですよ。気分転換という言葉で理解していただければ良いかと思います。ちょっと理由を説明するために少し難しい話をしましたけれども、まあ要は気分転換です。そしてもう一つ、同時にいろんな言葉を勉強するメリットがあります。それが共通点が見出せて、一方の言語の記憶の定着に役立つということなんですね。例えば中国語と日本語と韓国語、もしくはフランス語とスペイン語とイタリア語、単語というのは非常にかぶってるわけですよ。中国語だって日本人が見たら、まあ半分ぐらいは何書いてるか分かるわけじゃないですか。はい、ということは他の言語を勉強しているときに、あれこの単語って他の言語でも使われてるなという気づきがよく起こるわけですね。でそれってすごく大事で、結局言語学習において単語や文法を覚えるときには何かしらの背景というか何かしらのエピソード、そういったものと関連付けて覚えると記憶は圧倒的に定着しやすくなるんですね。例えば単語帳で羅列されている単語をただ覚えているという、その中で覚えた A という単語と、例えばフランス語を勉強しているときにフランス人の美女がいて、その人をデートに誘おうとしたときに、その時に言えなかった
単語どっちが覚えやすいかといったら圧倒的に後者に決まってるんですね。それはなぜなら強烈なエピソードと結びついてるからなんですね。って考えた時に他の言語を勉強してる時にあれこれってこの言語でも使える同じじゃんっていう気づきがあった時にその単語というのは記憶の定着が圧倒的に進むわけですね。なぜならこの言語でも見つけたものだというエピソードが加わるわけですね。そうすると覚えやすくなる。だからいろんな言語を勉強しているとそういう気づきによって実は自動的に他の言語の単語の定着っていうのが進んでいくという相乗効果、いわゆるシナジーが起こるわけなんですね。これが僕は同時に言語を勉強する2つ目のメリットだと思います。だからまあこのレベルになってくると混乱するというよりも相互に補完し合うというか助け合うそういう働きになってくるわけですね。そうですね。だから気分転換と相乗効果、簡単に言うとものすごく簡単に言うとこの2つなんですけど、まあ詳しく説明するとこういう感じです。いろいろな言語を同時に勉強するのはメリットがありますね。僕はあると思いますよ。今ですね、秋山さんは、YouTube を通して中国語話者に向けて日本語のいろいろなことをシェアされているっていうこと以外に日本語を、まあ、教えてみられて特に中国語話者の方に何かアドバイスとか、こういうところが特に共通して間違いやすいそういうところがありますでしょうか。まずシンプルなところとしては結局中国語と日本語は漢字が共通しているというところがあるので自分が知らない単語は中国語の漢字をそのまま日本語読みして使うっていうことがあるのでそこで、まあ、ニュアンスの違いだったり意味の違いが出てしまう、まあ、これはいろんな例があるので、まあ、一概には言えないですけどまずこれが一つあります、はい、でもう一つは、いわゆる日本語で難しい言い方をするといわゆる特殊拍っていうやつですね。詰まる音とか伸ばす音とか、そういった他の言語では一つのリズムを構成しないのに日本語では構成するという音、詰まる音、伸ばす音あたり、こういったところが結局自分の言語ではリズムにならないから短く言ってしまう。中国語が中国語になってしまうとか、おじいさんがおじさんになってしまうとか、まあ、そういったことが多いですよね。これはかなり多いなというふうには思いますね。はい。で最後3つ目としてはこれは言語の問題かどうかはわからないんですけど、はい、専門用語、日本の専門用語、はい、言い換えれば日本人があんまり馴染みのない単語を話すときは、はい、絶対ゆっくり言った方がいいです。なぜかというと中国語話者が話す日本語というのはまあほとんどの場合アクセントが少し違っていたりイントネーションがちょっとおかしかったりという日本人の日本語と少し違うところがあると思います。それでも理解ができている、相互理解ができるというのは基本的には文脈だったりそういったもので日本人が推測をしているから理解できると思うんです。でそういう時に絶対に推測ができないような日本人に馴染みのない専門用語を普通の単語と同じようなスピードでブワッと話してしまうと理解ができなくなる可能性が高い。例えば面接の時とか、はい、僕面接の練習よくやるんですけれども、はいはい、自己紹介があるわけですね、はい、まず名前言うじゃないですか。名前あんまりイメージないですよね日本人は。 そこを短くファッと言われるとまず文脈で推測ができないので分かりません。あとは大学の名前とか、はい、大学の専門の名前とかふわーっと言われると分かんないまま終わっちゃうんですね。まあ、自分にとっては馴染みがあることだからもうすごく言いやすいんでしょうけれども特に漢字をそのまま日本語読みにしたものですね、まあ、あとはもうアルファベットの外来語とかなんかなんですかねグローバルコミュニケーション促進部とかなんか そういうのだと馴染みがないので、はい、ファーッとちょっと言われて少しアクセントが違ったりすると、まあ、あれってなってしまうことがあるかなという点あたりですかね。はあ、すごく実際的な点ですね。それはだからただ早く流暢に話せばいいというものではなくて、まあ、日本人にとっても分かりにくい言葉とか馴染みがない言葉っていうのがあるのでそこは逆にゆっくりはっきり
話した方がいいということですね。もちろんほら当たり前の話なんですけど、はい、当然みんな自分をよく見せようとするわけですね、はい、そうするとやはりできる限り流暢に話した方がいいんじゃないかって、はい、まあ、これは当然誰もが思うわけですよ、はいはい、ただ逆に早く喋ろうとしすぎて、はい、そういう重要なところが聞き取れなくなるという、ことがよく面接の練習では起こります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に日本語学習者の方に一言、何かございましたらお願いします。はい、言語学習というのは楽しいものであるはずです。ただ周りの人にお前の日本語は良くないとか勉強方法は間違っているとかそういった否定的なことを言われて楽しくない苦痛なものだと思っている人が少なくないんじゃないかと感じています。言語学習というのは自分のためにやるものであって自分に合った勉強法自分の言語学習の目的これは人によって違うはずです。ですからそういった声は無視してください。簡単に無視できないというのであればまず自分の言語学習の目的を明確にしてください。なぜ自分がその言語を勉強しているのかそれが明確になれば今自分がやっている勉強法が正しいのだと自信を持つことができます。そうすれば周りの人の声はおそらく無視して自分のための楽しい言語学習ができると思います。皆さんが楽しく言語学習を行って自分自身の目標を達成できることを願っております。ありがとうございます。はい、わかりましたか。言語を勉強する初期段階では集中的に一つの言語を勉強した方がいいけれど軌道に乗ってきたら今度は同時に複数の言語を学ぶのは助けになるということでしたね。秋山さんのチャンネルは概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。今回のインタビューで何か参考になることがあったらいいねをよろしくお願いします。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。